こんにちは、さとひろです。ちょっとお気づきの方いると思うんですけれども、最近のさとひろの私服がやばいんですよ。自分でやばいっていうのもなんなんですけど、何がやばいっていうか、わかりますか皆さん、何がやばいのか。バリエーションがなさすぎてやばい。僕が動画をこう撮って出したのは割とリアルタイムで、その日の午前中とかで撮って午後出したりとか、午後1で撮ってその日の動画で出したりとかするんですけど、ついに僕の私服にバリエーションがないことに気づかれてしまいまして、日向ゆいのね、1週間コーディネートっていう動画がちょっと前に上がったと思うんですけれども、そこの視聴者さんのコメントに、さとひろの1週間コーディネート考えてみたんだけど、ちょっとやばかったみたいなコメントがあったんで、どれだけやばかったのか、今日は皆さんと一緒にさとひろの1週間コーディネート見ていきたいと思います。と言っても、別にこう、なんて言うんだろう、今まで1週間撮ってきましたよっていうわけじゃなくて、動画の中でね、僕が着ている服装が、ほぼ一緒っていうことで、リアルタイムな一週間の方がいいかなと思うので、里結カップルで今話題の恋愛免許証やってみたっていう動画なんですけど、こちらの動画でございます。この動画は僕は白シャツですね。まあまあまあ、まだ一本目の動画なんでどうなっていくかわかんないんですけれども、この日は白シャツを着ていたと。彼女の言いなりで一日ついていったらどうなるというディズニーの動画なんですけれども、あ、これはちょっと違うな。これはさ、ボーダーでリンクコーデをしたいっていうゆいさんの希望があったので、ボーダーの服を着てるんですけれども、さあ3日目行きましょう、3日目。はい、じゃん。嘘発見器で彼女の隠し事を暴こうとしたら大変なことになった。こちらの動画、おー、これはちょっとコメント欄がいろいろなったんですけど、まあ随分前に買ったアバパーカーを久々に着たいなと思って、で、このパーカーを着てるんですけど、まあパーカーだね。グレーのパーカーを着て、ニット帽を被ってますね。次の日見てみましょう。とある理由で顔出しができなくなりました。はい、来ました、白シャツ。来ました。来ました、白シャツ。4日目にして、シャツ被っております。ローテーションしてきましたね。はい。シャツ、ボーダー T シャツ、アバパーカーと来て、白シャツに戻ってきました。ありがとうございます。はい、ここでもう一つ被りましたね。さあ、次の日の動画。二人で行くピクニックは楽しいなーっていう、川に行ってね、ピクニックをしてきた動画なんですけれども、こちらどうぞ。パーカー来ました。これはですよ、すべて同じ日に撮ってるわけではないですからね。全然違いますよ。ちゃんと、まあこう、過ごしていく中で撮ってるわけなんですけど、二つ被ってます。アバパーカーじゃないにしても、グレーのパーカーっていう点では、まあ二つ目。ゆいさんの大好きなものをサトゆいハウス中に隠しましたよ。来ました。このシャツを着ております。ローテーションだな、ローテーション。ローテーションしてるんで、これがね、おとといなんですけど、もう2日で僕このシャツまた着てますね。同じ色の、えんじ色のシャツを着てるんですけど、なんだろう、なんかね、こう洗濯物をさ、こう取り込んで、畳んで、こう山になっちゃう洗濯物のね。で、その洗濯物の山をタンスにしまうのがめんどくさいから、その上から取って着るんだよ。だから、キンキンで着たものが、こうすぐに着ちゃったりとかするんですけど、よくないよね。よくないと思うんだ。昨日の動画ですね。やべえ、セブンのタピオカミルクティーアイスが完全にゴンチャの味っていうのは、今日撮ってるか、同じ日に撮ってるから、この動画とね。この動画と同じ日に撮ってるので、まあ同じ服なんですけど、前回のミニビタの動画と同じ服っていうのは、さすがにまずいよね。ちょっとその前も遡って見てみようか。今回で最終回ですっていうオムライスの最終回の動画があると思うんですけど、これは多分違うんだよな。こう、LINE のストライプのシャツを着てるんですけど、でも次の日の動物の森一番くじの動画、全く同じシャツ着てるよね。これまずいよね、普通に。真冬の川に一人でピクニックに行ってきた。これは、またパーカーなんですけど、似たような色を着てるよね。しかも、その2日前の動画、ドッキリ、彼氏が動画で毒キノコを食べようとしていたら彼女は止めるのか。同じパーカーを着て、しかもニット帽まで被っております。ありがとうございます。俺こんなに服なかったっけ。はい、里結は怒っています。グレーのパーカーだ。グレーのパーカー着てるよ。この頃からローテーションが始まっていたのか。これまずいだろ、普通に考えて。1年ぶりの再戦、里結ハウスで本気のかくれんぼしてみた。